ペーター・フォン・ヘスはドイツの画家であるバイエルン王国で働き歴史画を描いたデュッセルドルフで版画家の息子に生まれた父親から美術の教育を受けた1806年に14歳でミュンヘイン美術院に入学したナポレオン戦争ではバイエルン王国の元帥カール・フィリップ・フォン・ブレーデのスタッフとして従軍した 1813年から1815年の間、従軍し、ウィーンの講和会議にも随行し、多くのスケッチを残し、後に油絵に仕上げた。しばしば、スイス、イタリア、オーストリアに修行に出た。1814年にアルスイシュルオーブの戦いを描いた最初の大作絵画を完成した。1832年に、バイエルン王国の夫王子が、 オソン一世としてギリシャの国王に即位することになると1933年にヘスをソン一世に随行してギリシャを訪れ多くの資料を集め1835年からギリシャ独立戦争の多くの場面や活躍した人々を描いた作品を制作した1839年にはロシア皇帝ニコライ一世に招かれサンクトペテルブルクとモスクワを訪れ ナポレオン戦争の重要な戦いを描いた作品を制作した。1861年にバイエルン王国の貴族に助せられた。ミュンヘンで没した。ありがとうございます。